ようこそ、日本人と、お菓子をやっています。杉内由佳です。このチャンネルは、一日本人である、私、杉内の、えー、まあ、心の中を、まあ、ぎゅっとまとめて。発表する、そういった詩の、チャンネルになっております。本日の、お題。居酒屋の、お通し。あれは一体、何なの。問題です。あれね。まあ、簡単に言うと。石代ですよね。チャージ料。昔は、今みたいに、こう、大きいね、チェーン店が。 いいいっっぱいその居酒屋チェーンみたたななのはなかった時代ですよね、まあ、江戸時代かもっと前かねの時はもう近所のお料理屋さんにみんなで行って、まあ、ちょっとねワイワイしながらご飯とねお酒を飲むみたいな業態だった時にあのお酒を注文しますってなってあの料理がね来るまでの間ちょっとしたおつまみをね食べてくれというあの店主の気遣いというかね心遣いというか、まあ、そういったような意味合いで 出されてたとでちょっとまあ席料としてね徴収するという、まあ、そういうような文化があったらしいんですよほ、まあ、他にもなんか諸説あるらしいんですけど、まあ、そういう文化がもうちょっとんですかね業態がこう大きくなっちゃってチェーン店とかで頼んでないのになんかいきなりこのんか料理来ちゃってなんかレシート見たらなんか頼んでないのに入ってるみたいな,なんかちょっと誤解を生んでしまう誤解っていうかまあうんなんか生んでしまうというねちょっと悲しい状態になって まあまあなんか最初は最初はえ何ですかね心遣いだったとあの気を配ってたとまたえね日本人よくあるの気を使いすぎて最後ちょっとよく分からなくなっちゃう問題がね発生してたというね感じらしいですよさあそして余談まあ私はあの居酒屋に行ってそのお年出てくるとなんかその料理が来るまでにちょっと食べれるしその料理が美味しかったらあなんか頼んだ料理もきっと美味しいだろうなと思ってね安心してまあ なん好,き好きですよねね私はね、まあ、その時にちょっと美味しくなかった時はまあちょっと <laughs> 早く帰ろうか <laughs> な判断になるじゃないですか最初注文したけど途中でやっぱ帰る時もちょっとやっぱあの注文な、まあ、しにはできないけど、まあ、まあ次の注文しないで帰ろうかと、うんまあね、判断ができるじゃないですか的なねうん、うん、まあそんなような気持ちですね。まあ、こうういったような まあちょっとした、えー、日本情報を、まあ、試験がもうほぼ試験によって発信するという、ね、感じのチャンネルなんですけれども、えー、またちょっと見てもいいよと思ってくださる方は、えー、チャンネル登録をしていただけましたら、まあ、何がしかの日本情報を、まあ、発信していこうかと思っております。ということで、えー、本日もありがとうございます。えー、じゃあこれまでこれにて